こんにちは、マルさんです。ピヨって言って今ピヨピヨ、ラボットのパチ君と言います。よろしくね。雑誌を紹介する動画を上げてるんですが、久しぶりにねこれ買っちゃいました。実はねこれ創刊号をね創刊号をこれ買っていてしばらく買ってたんですが、何でしょう、月刊ニュータイプです。で、この月刊ニュータイプ、まあ簡単に言うとアニメ雑誌です。今どんなアニメーションが流行ってるのかっていうのが出ているんですが、正直言って今流行ってるアニメがほとんど分かりません。じゃあなんで買ったのって話なんですが、実はこの記事の中にとても興味深いというか昔から関心を持ってた記事があって、それを目当てで買いました。テーマが未来へのアーカイブ、図書館がライブラリー、博物館がミュージアムで、日本語ではね文書館とか公文書館とか言われるんですけど、そういった資料をたくさん保存しておくところっていうのがアーカイブと言われるところです。なぜこのニュータイプアニメーション雑誌にこの未来へのアーカイブという記事が出ているかというと、実はアニメーションの中で今アーカイブというのが一つの大きなテーマになっています。まず映像で作られ、まあ、皆さんにいつも見ている劇場で見たりとかテレビで見たりとか、それから、ね、動画配信サイトで見たりとかするアニメーション、作品になったアニメーションもあるんですが、その作品を作る過程で生まれてくるたくさんのものがあります。まあ、平たく言うと、まあ、台本があったりとか絵コンテがあったりとかイメージボードとかね、それから原画とか動画とかセル画なんていうのもありますね。まあ、今でこそかなりデジタル化はされているんですが、ついこの まだ現状でも手書きで書いているアニメーターの方もたくさんいらっしゃいますし、そういった作品もあります。中間生成物っていうんですけど、その映像を作る過程で作られたたくさんの資料、それから時々模型とかね、そんなのもあったりするんですが、そういったものをいかに保存しておくかっていうことが大きな課題になっています。この特集では、老舗スタジオの奮闘ということで TMS トムスさんね、トムスエンターテインメント、もともと東京ムービーってところなんですが、そこの取り組みとかサザエさんとか作っているエイケンさん、これも古いですよね。それから東映アニメーションさんの例も出ています。これはねすごいのは白蛇伝っていうね、本当に日本最初の長編からアニメを作るときにこれ立体物を作ってるんですよね。この人形を作っていて、それを見ながら絵を起こしてきたという資料があって、これが ちゃんとアーカイブ保存されて残っています。ほとんどねこの類のものっていうのは言っちゃうとね産業廃棄物なんですよ。すごいでしょ。僕なんかね、まあ、アニメもちょっと好きなんで、例えばセル画とか手書きの原画とか動画とかそういったものを見たらもう震えちゃうんですけど、実は世の中的にはそれ産業廃棄物なんだそうです。で、まあ捨てられちゃうのね。だからそれをいかに保存しておくかというのはどれだけ 大変な作業かということがあります。あともう一つあるのが、企業として取り組んでいるプロダクション IG さんが、ありますが、ここはねちょっと僕の知っている人でが名前が出ていたのでこれまでつい買ってしまいました。 NPO の取り組みです。 NPO もこういったアーカイブに取り組んでいる NPO がありまして、特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構、略して ATAC アタックと読みます。 ATAC と、ね、これの理事長さんがなんとあの、エヴァンゲリオンとかシンゴジラを作った庵野秀明さん、それから理事の中には木川龍介さんとか樋口真嗣さんが名前を連ねています。この、アタックアニメ特撮アーカイブ機構さんは実は福島県の須賀川市とですね提携というのかな、しながらその特撮に関する収蔵施設を作っているということを聞いています。まあ、一方でアニメ、漫画、それからゲーム、そういったものをアーカイブしていこうという取り組み、それからさらにそのアニメーションだけではなくて特撮ですね、特に日本の特撮っていうのは着ぐるみがあったりとか模型を使ったりとか、今でこそ、まあ、コンピューターグラフィックス全盛の特撮なんですが、日本の特撮っていうのは本当すごいんですよ。これ着ぐるみもそうだし、ミニチュアもそうだし、いわゆる爆発物とかもそうなんですが、そういったものを作ってきた歴史があって、それでやっとその産業廃棄物としてほとんどが捨てられてしまうんですが、本当にね有志というか本当にこの熱意のある人が個人的に保存しておいたものって実はたくさんあって、でその保存していったんだけども、その人が亡くなってしまった場合とか、またそこで散逸してしまう、廃棄されてしまうこともあったので、それを何とかしたいということで庵野秀明さんたちがアタックという NPO 法人を作った、まあ、それについてもここに書かれています。というわけで月刊ニュータイプ2020年8月号オーガストですね、8月号なんですが、
まあ、そういったこれからのアニメーションの中でとても大事なアーカイブについて書かれている記事があったので、購入してみました。それで、ね、買ったらね結構面白かったのが、今ネットフリックスで配信されている日本沈没2020の記事があったりとか、これでびっくりしちゃった、まだ続いてるのねって思ったのが永野守先生の5スターストーリーズ、まだ続いてるのって上手な感じですよね。途中まで読んでたんだけどな、というわけで、はい、びっくりした。角川から出ています月刊ニュータイプ2020年8月号、こんなのもおすすめです。